秩父太平洋セメント株式会社は太平洋セメント株式会社参加のセメントメーカー太平洋セメント秩父工場の規模を縮小分社化して発足した石灰石の大工商として知られる武光山のふもとの地に秩父セメントが創業したのは1923年で元々の工場は秩父市の市街地に近いところにあったが 朝鮮戦争勃発による特需を受け、生産力を増強するため、別の敷地に新しい工場を建てる計画が持ち上がる。秩父セメント第二工場、現在の秩父太平洋セメント、秩父工場の基本設計を会社が依頼したのは、当時東京工業大学の教授だった谷口義郎で、谷口はそれまでにも東京工業、大学水力実験室や慶応義塾の校舎などの、 作品を手掛けていたが、大学の卒業設計では、製鉄工場を題材にしていた。それだけに、本格的な工場設計の機会を得て、大いに意気込むが、生産性の高さの他安全と衛生の面からも、優れ、しかも美しさを兼ね備えた、理想の工場を実現しようとしたという。実施設計には、日建設計公務が当たり、1956年に、竣工した。 秩父セメントは1990年代に進んだセメント業界の再編により、小野田セメント、日本セメントと次々と合併を果たし、太平洋セメントとなって、さらに2000年に太平洋セメントの子会社として秩父太平洋セメントが設立され、この時ほぼ同時期に秩父セメントの第一工場が創業を停止。 その結果、秩父セメント第二工場は現在、秩父太平洋セメント、秩父工場と名前を変えている。この工場施設は美しく分割された壁面、中央を貫く幅の広い通路、その両側に圧倒的なボリュームで建築群が立ち並んでおり、第一期工事の建物に限ってみても、建築面積で1万坪を超えて、巨大な建築だが絶妙なボリューム配分と、 リズミカルに連続するボールと屋根の効果で単調さを全く感じなくさせている。このほか特筆されるのが立面の美しさで谷口作品に共通する縦に長い四角形のパターンで構成される端正なプロポーションによる壁面分割はスチール冊子、スレート、レンガ、コンクリート打ち放しなど様々な素材を用いながら外壁を覆い尽くしている。 これだけ大規模な建築でありながら、このデザインの密度が隅から隅まで保たれているという、ありがとうございます。